やあ、せつなけんすけだよ。木枯らしにめぐる愛の名を次からやっていきたいと思います。前回のあらすじ、確か新キャラクター、しずくちゃんを新しく仲間にしたところで終わったような。仲間にしたって言ったらちょっとなんかポケモンみたいな感じになるけどさ、まあそういうことにしとこう。まあこの4人で一緒にみんなで帰りどっか寄ろうみたいな話で終わったような。その時昼休みの終わりを告げる予令が鳴る。あ、もう授業始まっちゃうね。しずく、また後でね。うん、また後で。急ぎ足で去っていくしずくを見送りながら俺は大変なことに気づいた。あ、何？職員室行くの忘れてた。ああ、じゃあ、あれ、この時間で行くつもりだったの？うん、職員会議が終わる頃を見計らって行くつもりだったんだけど完全に忘れてたよ。今から行って大丈夫かな？もう授業が始まるんだよね。うん、会いに行くとはなんて先生。いや、そんなの知るわけないだろ。とりあえず担任の先生に話を聞けって言われてる。なんて読むんだい？え？双星先生って読むかな。双星先生なら次の授業ここだから来ちゃうね。おう。この都合いい流れ、ご都合主義ってやつですな。本日2度目、この流れはもしかしてってことは春人このクラスにいればちょうどいいね。やっぱり浮く、めっちゃ浮く。これは面白くなってきた。面白くないって、さすがに授業始まるのはまずいでしょう。いや、むしろおいしい。お笑い芸人か、俺はお笑い芸人か。席ないし。大丈夫だよ、この学校の教室は固定席がないからね。そういう問題じゃないわ。固定席っていうのはさ、結局どころ席あるんだろうが。今日はスリカも休みだし、空席の一つや二つ余裕余裕。そうなの。よかった、参観日の親状態はな、避けられたらしい。もう反論のネタが出てこない。とりあえず今日を私の隣開けてもらうから、そこに座ってれば OK。 こうしてまたまんまとマナクロペースに乗せられていった。ペースメーカーや。あ、こんばんは。いつもコメントしてくださっとるやん。翼空さんかな。いらっしゃい。こんな時間にありがとうございます。俺は一体何をしているんだろう。マナカ、本当に大丈夫なのこれ。大丈夫大丈夫、先生きっとびっくりするよ。せめて制服を着たい。めっちゃ浮いとんやろうな。高1点レベル浮いとんやろうな。人の気も知らないで。あとでを見渡すと、ところどこから笑いをこらえ声が漏れてくる。初対面の人間にここまで笑われるんだね。すごいね、春人くん。はあ。その時、沈黙を破るように教室のドアが開いた。みんないるか？午後の授業を始めるぞ。先生と思われる男性が入ってきて、教壇の前に立った。お、ネクタイがすごい個性的やん。あ、猫好きだ。この先生絶対猫好き。で、猫好きの人って大体心優しいからな。いや、そうじゃない人もおるかもしれんけど、俺はそういう子でかいね持っとくからな。ゆるく羽織られたスーツ。お、結構真面目っぽい先生が出てきたね。癖のついた黒髪。なんとも形容しがたい、いでたちって読むかな。いでたちだ。この人が担任の双星先生？あ、双星先生で会っとったんじゃ。ん？なんか静かだな。え、いつもさ、あーおーいいーやっほー空気読めみたいな感じですごい、
すごい罵声飛び交うんかなこれ、教室入った瞬間。先生、転校生が来るなんて聞いてないっすよ。言わないんだよ普通は。ビッグサプライズしたからな。生徒の一人が早くもジャブを繰り出した。出た、先生と教師のボクシング。なんだ、どっから気づきつけてきたんだ。来るなら来るって言ってよ、びっくりしたんだから。ぴょんぴょん。先に言うとお前ら騒ぎ出すだろ。自由な校風やけんな、騒ぎ方ってもすごい自由なんだろうな。多分5人ぐらい爆竹オタク。まあいい、知ってるなら隠す必要もないしな。そう言うと双星先生はだるそうに頭をかいた。ああ、これは典型的な面倒くさがりなタイプで、こういう先生に限って何かここぞって時には生徒を思いやるような、生徒のために力を尽くすような、そういう先生っぽい気がするな。俺の前に座っているなんて読む、カバジマという大柄の生徒に隠れているせいか、まだ発見はされていないみたいだ。明日からこのクラスに転校生が来ることになっている。要するにその転校生おいですよ状態になったわけだな。が今日最終手続きがあるってのにまだ来てなくてな。クラスの中からひそひそと話し声が聞こえる。いずれいいこと、この上ない、多分この話し声がな。先生まだ気づいてないよ。このままどれだけ気づかずにいられるかちょっとかけてみるみたいな感じの話をしているはず。じゃあ私30分気づかないに500万かける。賭け金がもうラスベガス。隣を見やるとマナックが必死に笑いをこらえている。どこに行ってるんだか。双星先生はため息を吐くとおもむろに視線を泳がせる。そしてついに目が合ってしまった。なんだ、もう来てるのか。そんじゃ授業を始めるぞ。自由だな先生。全然リアクションせんかな。そう言うと双星先生は黒板の方を向き、チョークを構えた。あれ、しかし一文字も書くことなくまたこちらに向き直った。で、なんで当然のようで授業を受けようとしてんだ。早速自由かですよね。自由な校風だからってさ、転入早々っていうかまだ転入もしてないのに自由なところを発揮してるからね。俺が言葉を発するより早く隣から勢いよく声が響く。先生、私が連れてきました。怒らんでいい。ハスミの仕業か、道理で午前中いないと思ったら。まあいっか、ちょうどいいしこのまま紹介しておくか。いや先生、授業をサボってさ、午前中抜き出しとるやつがおるのにさ、まあいいから一言でさらっと終わらすの。いいんだ、本当にモナカの言った通りの展開になってきている。白井、ちょっとこっちまで来てくれ。あ、はい。もはやクラスの視線には慣れたものの、改めて自己紹介となるとやっぱり緊張する。おう、ハルヒト君、ここで一発ギャグかますのか、かますのか。黒板の前でたどり着くと双星先生が口を開いた。俺は担任の双星だ。まあなんだ、適当によろしく頼む。もう思っとった通りや、もう口に出しちゃったよ、適当そうな感じやなと思っとったら。ああ、それとわざわざこのクラスになるよう手配したのは俺だからな、一生懸命感謝するように。恩着せがましいわお前。めんどくさがいの割には恩着せがましいな。そうだ、マナカが担任に選んでくれたって言ってたっけ。ありがとうございます、よろしくお願いします。丁寧に頭を下げると双星先生は少し面食らったような表情を見せた。どうした。野球の試合見ようと思ったらさ、なんか中止になったみたいな、そんな顔してるぞ。なんだ、真面目なやつだな。冗談だから気にしなくていいぞ。え、はあ、本気なのか冗談なのか掴みにくい人だ。まあそれはいいとして、早速だが挨拶を頼む。はい。クラスメイトの方に向き直り、
軽く呼吸を整える。さあ出るのか出るのか、春人くんの一発ギャグが。明日からこの学校に転入する白井春人です。はい、面白くないです。ここ5年間は海外でしたが、それまではずっとこの一色町に住んでいました。海外という言葉を聞いてクラスが一瞬ざわつき、あ、海外といっても上海で日本人に囲まれての生活だったので、過度な期待はご容赦ください。期待しちゃうよ、海外住んでるってだけで期待しちゃうよ。英語とか話せるのみたいな、中国語は話せるのみたいな、どんな文化だったのてか LINE やってるみたいな話になってくるよ。これで大丈夫だろうと思う。よろしくお願いします。クラス内で拍手が起こる。拍手が地味、自由な興奮の割には拍手が地味。まあ、もっとさピューピューみたいな感じでさ、なんか笛がトゥルルトゥルってトランペット吹き出すかなと思ったらそうでもなかった。自由な興奮ってどこ行った。改めて眺めてみると見覚えのある顔もそれなりにいるようだった。とはいえ小学生の頃の記憶なので全員気兼ねなく話せるとまではいかなそうだ。あー白い転入関連のいろいろなあれなんだが、午後は連続で受け持ち授業があって午後、放課後まで時間が取れなくてな。急いでないんだったらそれまで時間潰してもらえると助かるんだが。あ、はい、俺は大丈夫です。そうか、それならよかった。授業を受けたいんなら蓮見にいろいろ見せてもらって適当に聞いててくれ。いろいろ見せてもらって、先生パンツ見せてもらってもいいですか、蓮見さんの。わかりました。教壇を降り席へと戻る。お疲れお疲れ。こいつ後でお前のスカートめくってパンツ見てやるからな。ふう、どうにかなったぜ。ふう、だから大丈夫って言ってたでしょ。言ったっけ。無事に乗り越えられたことにほっと胸をなで下ろした。おし、今日はここまでにしとくか。次回までに資料の3ページ軽く目を通しておいてくれ。って言っても生徒のみんなは軽く目を通すどころか教科書をバッグから出さないだろうからな。はっはっはっは。そんじゃ次の授業遅れるなよ。言い終えると二星先生は足早に教室を後にする。さて休み時間に入った。この教室はどんな自由な国へと変貌するのかな。ふう、二星先生の歴史の授業は始まる前と同じように終始緩い雰囲気で進んだ。やっぱり性格なのか、複雑な部分は面倒だと言って省略してしまうこともあった。ただそれでも話の核は外さないどころが、あの先生の頭の良さを表しているように思えた。はあ、終わった終わった。二星先生の授業は気楽でいいな。休み時間に入ると常があくびをしながら俺のところまでやってきた。おいおい、お前は俺のところに来ないと授業を休めることがなんかできないのか。ちょうどいい二人に先生のことを聞いてみよう。先生の何、プライベート、彼女おるとか LINE やってるとか。なんか担任の先生かなり緩い人っぽいけど、ここの先生ってみんなあんな感じなの。いや、二星先生は特に変な部類じゃないかな。お前も変な部類だろ。面倒くさそうにしてるけどやるときはやる先生だよ。やるときはやる先生ってどんな感じなんだろう。あんまり力強そうじゃないのにダンベルとか上げたりしようかな。うっほうっほうとかそういうシーン見たことあるんかな、マランカちゃん。そう、この間なんて授業中にセリカと将棋してたっしょ。職務放棄ですね。それは職務放棄って言いますね。あれは相手が悪かったのかね。授業中に将棋？これは PTA に知らせる必要があるな。ますますよくわからなくなる。どういうこと？確か戦国時代の戦いの歴史を教えてるときにね、先生が簡単に戦をシミュレートできる方法を教えてやろうって。あ、そういう理由だったの？
そのあたりはオーロラのことを考えてて見てなかったや。戦国とオーロラ全然関係ない。歴史の授業にオーロラってさすが常抜け目ないぜ。頭の中どうなってるんだ、大丈夫か。それでね、挑んだ相手がセリカでさ、ハルヒトは覚えてる？セリカってそういうの得意だったでしょ。あ、そうなんじゃ。結構そういうアナログゲームが得意なタイプなんかな。ああ、そうだったね。小学校の頃、小学生にみんなでやったカルタ大会を思い出した。アナログゲームの達人なんじゃ、セリカちゃんっていうの。アナログゲームの達人なんじゃ。モノポリーとかそのあたりやったらさ、すごいんだろうな。人生ゲームでさ、100億とか稼ぐタイプなんだろうな。誰一人ついていけずにセリカの一人勝ちだった記憶しか浮かんでこない。やばい、チハヤフルや、チハヤフルに出てきそうなタイプなんじゃ、セリカちゃん。ただ遊び全般が得意というわけではなくて、日本の伝統的な遊びに関してだけ限定的に精通していた感じだった。はあ、だから将棋もか。これがさ、似たようなゲームでチェスとかあるけどさ、チェスとかだったらダメなんじゃ。確かに将棋も強そうだな。そうそう、セリカめちゃくちゃ強くて先生惨敗だったんだよ。やばい、多分飛車とか角とか抜いても強いんだろうな、そういうタイプって。結局その授業はセリカの将棋講座みたいな感じになっちゃって。歴史の授業しろよ。セリカちゃん歴史は知らないだろ。二橋先生も一緒に教わってるしさ、やるときは言えるんじゃなかったの。いまいちどんな先生なのかつかめない。これは PTA に連絡しておく必要があるな。放課後に会ったときにちゃんと話してみることにしよう。あ、そういえば二人とも放課後一緒に帰る約束してたのにごめん。そっか、学校の用事は放課後になっちゃったんだっけ。そこ重要。じゃあ適当に時間潰して待ってるね。この二人が時間潰すって言うたら、ミニ四駆でもやるんかな、学校中でウィーウィーウィーイケーセクロマグナムみたいな感じになるんかな。想像したくないな。でもその用事っていつ終わるか分かるな。そんなに長くならないと思うんだけどな。でもはっきりしたことは言えないから先に帰っちゃってってくれる。そっか、分かった。残念だけど仕方ないね。しずくには私から伝えておくよ。うん、ごめんって言っておいて。あとあのゼリー料理もう二度と作んなって言っといて。気にしない。気にしない気にしない、これからはいつだって一緒に帰れるんだから。二人きりの時はラブホに行こうな、なんてことを言いたい。そうだぞ、俺たちの学校生活はまだ始まったばかりだ。あ、つね、そういう言い方をする漫画のコマってさ、大体さ、ご愛読ありがとうございましたって続くんだぞ。大丈夫か。そうだね、その通りだ。ご愛読ありがとうございましたみたいな感じの感覚でチャイムが鳴りました。タイムがいいですね。教室に次の授業を知らせる。チャイムが鳴り響く。で、やべ、次の授業教室移動じゃん。次の科目って？音楽とかだったらわかるけどさ、選択科目だよ。教室が別だから早いとこ行かないと。そういえばあいつの森か、教室には俺たち以外の生徒の姿は見当たらなくなっていた。他の生徒のことだから、うーわーこいつら何変なこと喋ってるんだろうみたいな感じの目線を浴びせられていることだろう。私たちは家庭科取ってるんだ。家庭科は人気だからあんまり選択の意味がないんだけどね。マナカちゃん、適材適所っていう言葉知ってるか。なぜ家庭科を選んだのだ。家庭科が人気、イメージがつかないけれど、よっぽど面白い授業ってことなんだろうか。家庭科か、選択授業家庭科と並ぶんだったらやっぱ音楽とかなんだろうけどさ。いや、料理得意な人間ばっかなんだろうかな。あと常どうした、なんでお前そんな顔したん。え、そんなに人気なのか。え、俺家庭科苦手なのに家庭科でさっちゃったよみたいな感じの顔やめろ。二人とも早くユナ先生に怒られる。ユナ先生、え、
これをなんかいかにも美人先生みたいな名前やめて、絶対それが理由だ。絶対家庭科の人気な理由それや。そうか、家庭科が人気なんじゃなくてユナ先生が人気なんだな。これユナ先生って読むんだろうか。大丈夫大丈夫、ユナちゃんはこんなことじゃ怒んないって。ほら、ちゃん付けしちゃったよ。生徒からちゃん付けで呼ばれるってことは、それだけ人気のある先生ってことだ。わあ、絶対先生目当ての先生、生徒が多いぞこれ。家庭から楽しめよ、お前ら家庭科を。料理楽しいぞ。俺苦手やけど。焦るつねを、尻目に、マナカはまだ余裕の表情でそう答えた。だからってマナカちゃん、3時間遅れて教室にいてもダメだぞ。2人の後に続き、俺も教室を後にする。あれ、このパターン、ユナちゃん一人ぼっちのパターンだ。あ、え、教室行ったん一緒に。ってことはさ、セリカちゃんとかさ、タクマとかさ、幼馴染グループの二人よりも先にそのユナ先生っていう、いかにも重要人物そうな人が会えるんか。これ間に合った。いや、教室の時点でチャイム鳴ってたよね。この教室に遅刻という文字はないのか。それが学校やり方か。授業が始まってないならセーフセーフだよ。なぜ授業が始まっていない、先生も来ていないのか。これは本当に PTA に伝えておく必要があるな。俺 PTA のマナショモみたいになっとる。今回のパート、調理室に入ると俺たち以外はみんなもう席についているようだった。ガヤガヤと喋り声が聞こえていることから、先生もまだ来ていないようだ。うわ、先生もすごい時間にルーズだな。これは本当に PTA に伝えておかなければ。 PTA って俺どの立場だ。その時、生徒たちの喋り声の中から妙に色っぽい声が聞こえた。残念、間に合ってないわよ。声の方へ視線を向けると、げ、ユナ先生もう来てた。すごい美人、ちょっと見て、すごい美人。このさ、金髪の長い髪、この見た目が若干生徒に見える、そういう幼さ、ちょっと親近感、そして目の下に見えるほくろ、そして何より、これ消せる、おっぱい、谷間見せつけてるね。これ正面の女性たちに谷間見せつけてるね。もう羨ましいやろ、ほれほれみたいな感じで見せつけてるねこれ。あ、生徒の中に混じってニコニコと微笑む女性の姿があった。この人が先生？幼いよな。どっちかって言ったらさ、先生って言っても大学生ぐらいに見えるよなこれ。もうなんかね、教育実習生レベルの若さである。には全然見えないけど。ちょっとお前、ちょっと視線下に見ておっぱい見てんじゃないわ、春人くん変態。もちろん来てるわよ、先生だもの。わあ、俺の声じゃさ、この先生のに合うセクシーな声を出せんわ、ごめんな。待ってるだけで退屈だから、みんなのおしゃべりしてたのよ。ごめんごめん、すぐ席に着くから許して、ユナちゃんね。やばい、許してちょんまげーがという、そういうギャグがさ通じそうなレベルで軽いなこれ。マナカが顔の前で手を合わせる。先生に対してそれでいいんがすごいな。先生に対してこんなに気軽な感じで大丈夫なのかな。本当に調子いいんだからいいわ、これで授業を始められるわね。いいんじゃ。わあ、どうしてもおっぱいに目がいってしまうな。先生はマナカの態度を気にする様子もなく、ゆっくりと席を立つと同時に俺の方へ視線が向けられた。お、ロックオンされた。わ、やばい、俺と目が合った。これはちょっと恋が始まる予感ではありませんか。あら、見られない子がいるわね。もしかして君が噂の転校生かしら。あ、
はい、白井春人です。彼女いないんで彼女募集してますってか先生になってください。自己紹介し軽く頭を下げる。二星先生から聞いているわ。転校前日から授業に参加なんて真面目なのね。違います、やることがないんです、暇なんです。押村君はもうこの授業を抜き出して先生と二人でラブホ行きたいっす、ウェイス。いやこれは成り行きで。話しながら先生は俺の方に近づいてくる。私は家庭科を担当しているケシカワユナっていうの。そんなに気構えなくて大丈夫よ、仲良くしましょ。めっちゃ近づいてくるやんこの先生、やばい興奮する。先生はにっこりと笑顔でそう言うとさらに歩みを進める。よ、よろしくお願いします。なんて言うんだよな、何小川先生だったっけ、ユナ先生でいいのにさ、なんで名字で呼ぶ、春人くん。あら、白井くんは下の名前呼んでくれないのかしら。呼びたいっす、呼びたいっす、呼びたいっす。あと先生、僕のことも下の名前呼んでください。ユナの方が呼ばれ慣れてるから白井くんもユナでいいのよ。わ、わかりました。ああ、春人くん、やっぱおっぱいに目が行くよね。わ、わかりましたって言いながらもおっぱいに目をちらっと向けましたね。エロスですね。なんか必要以上に見られている気がするけど。わ、ターゲット録音されてる。ユナ先生、結構転校生とか漫画とかでよくある転校生シチュエーションとか、すごい大好きなパターンだこれ。ふーん、なるほど、君がハルちゃんか。え、ユナちゃん。おっと、まなかちゃん、どうした、赤くなってますよ。まなかに割り込まれるとユナ先生はクスクスと笑い出した。あれ、俺のこと知ってる。ああ、君のことならモナカちゃんがいろいろ聞いてるわよ。え、ってことはさ、俺のさ、彼氏としての利点とか彼氏としてのメリットとか聞いてるんじゃないですか。それを聞いてるなら恋人になりましょうよ。分かってるでしょ。ユナちゃん、ほら授業授業。おい、モナカちゃん、俺の告白タイムを邪魔するようだったらお前のことは容赦せんぞ。聞いてもらうぞ、この世から。はいはい、それじゃあこれからよろしくね。あ、ユナ先生、これからちょっと将来のことを一緒に考えましょうよ。ちょっと1時間みっちり。ああ、このあとモナカちゃんのことをぶん殴ろうとちょっと思った。ユナ先生はあっさり引き下がり、黒板の方へと歩き出す。まあ、もうって言いたりはこっちだよ。せっかくユナ先生と一緒にいられると思ったのにね。モナカは俺のことをどう伝えてるんだ。まさか優等生、バリバリ優等生、しかもスポーツ版のおまけにイケメン、そして爆竹大好きっていう、そういう設定で伝えてるんじゃないだろうな。モテる男は辛い。過度にモテられるとモテるようになってからそんなことを言わんでほしい。気にはなるけれど、この様子だと教えてくれそうにもなさそうだ。あれ、そういえば常は部屋の奥に目を向けると端の方でにやけながら座っている常の姿があった。わあ、常お前絶対そういう遠くからさ、俺はユナ先生興味ないですよとか言いながら、実はおっぱいをチラ見、遠くからチラッと見える、そういうタイプの人間に生まれ変わってるのか。お前スケベだな、意外とスケベだな。いつの間に席についてたんだ。とりあえず今回はちょっとこれぐらいでお会いとさせていただこうか。ちょっとちょうどいいって、ちょうどいいからな。メニューでセーブして、さあ終わり。ユナ先生はどんな人？エロい人です。もう俺にはそうしとしか見えません。どれぐらいエロいかというと断蜜の3倍エロいです。というわけで今回は、ユナ先生が新キャラクターとして出てきました。このユナ先生の授業だったら俺も出たい、俺も出たいぞ。みんなもユナ先生が毎回出るんだったらこの生放送を見に行きたいだろ。そうだろ。だからユナ先生、毎回出てきて。っていうかさ、もう自由な興奮なんやけどさ、
毎日さ、どの時間もさ、家庭科にしようぜ。もう、職業の相馬だぜ。職業の相馬だぜ、そんな。毎日が家庭科で、職業の相馬相馬だぜ、お前。陶器学園になっちゃうぜ。でも、そうでもいいわ、俺。自由大好き。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。最後は、ゆな先生のおっぱいを、ドアップにして、お相手をさせていただきます。というわけで、週上げ。ちょっと男子、いくらユナ先生が美人でおっぱいでかいからってそんないやらしい目でジロジロ見てんじゃないわよ。視聴者のみんなだってそうなんでしょ。あとユナ先生の登場で脳の片隅に追いやられたけど、二星先生のことも忘れるんじゃないわよ。